ドリル書く前に最初にすごく時間を割いたというか、そこが一番時間がかかったんですけど、目玉となるひな壇のあるこちらですね、ここと前に置いてある小さな布の、まあ、僕はステージと呼んでたんですけど、ステージ、そして打楽器の配置をどうするかっていうところで、楽器を持った状態でもパッとできる演出ということで、そのシートをめくって色やデザインの変化をつけて、ショーに少し花を添える。5人のメンバーが動くスペースを極力制限するというか、あっちもこっちも行けませんので、逆に5人だからそんなにたくさんのスペースも必要ない。